い、しおみんです。今ですね、山口県に来ております。で、山口県でですね、実は瓦そばっていうのが有名だってことを最近知りましてですね、いろいろ調べてみるとですね、元祖がですね、瓦そば高瀬っていうとこらしいんですよ。でね、高瀬さんをいろいろ調べるとですね、温泉地に本店があるみたいなんですね。温泉地の名前をちょっとここに出しときますけど、に本店があるみたいなんですけど、そこまで行くとだいぶですね、遠回りになっちゃうんでですね、今2号線でずっと大阪、九州方面から大阪帰ってるんですけど、まあその道中で食べれそうなとこあるかなと思うとですね、夢シティ新文字店っていうのが、夢シティっていうそういうショッピングセンターですねの中であるみたいなので、そちらに食べに行こうと思っております。それではですね、瓦そばってどんな感じなのかですね、皆さん一緒に楽しみましょう。それでは行きましょう。シュッ、夢シティさんって多分あれですよね、広島が本社だと思うんですけど、まあ言うたらあのイオンモールみたいな感じで、まあ買い物といろいろショッピングおよび、グルメなどが楽しめるところだと思います。どっちや、初めてのところだからよくわかんないです。行ってみましょう。1階のレストランみたいですね。ここですね。よいしょ、行ってみます。はい、赤いレストラン街ですね。こっちの方ですね、きっとね。エニトラさんとかいろいろありますね。あの表現正面のやつですね。多分
い、ということでですね、瓦そば食べてきましたっていう動画でございました。ほんとね、瓦そばめっちゃうまかったですね。だしとですね、おそらくおそばの割とねパリパリ感がですね、すごいいい感じですね。その上に豚肉が乗ってですね、錦糸卵みたいな卵が乗ってね、この組み合わせがやっぱりね結構いいんじゃないかなと思います。でやっぱりパリパリ感、麺のパリパリ感はですね、やっぱり他では表せないのかなっていう感じがします。でやっぱりだしで食べるところがいいんでしょうね。大阪人であれば割と、ソース味で、ソースの味がなんかその全体の味の決め手みたいな感じですけど、今回だしでいただいていい感じだったかなと思います。皆さんもよろしければですね、山口来た時にはですね、瓦そば、名物らしいんで食べてみてはいかがかなと思っております。それではまた、違う動画でもお会いしましょう。それではさようなら。